じゃあ1本目じゃ荒木でいいよ。どうするの。じゃあ行きましょう。3分20秒に、はい、行きます。よーい、スタート。はい、女子は今日は最高で 500m10 本、ユッキーは16本やります。それが終わったら最後この 4.7 キロコースを2周の直行して、また、それぞれ帰ります。今日はスピード練習の後に走り込む感じです。チームとしてもだいぶいい練習ができてきたので、なんとか継続したいです。明日は渡辺優香がハーフマラソン、高前もハーフマラソンに出場します。いいからね。はい、まだ故障明けの水木選手は自分のペース、リカバリーが短くなるだけになります。明日最後では戸田マラソンが開催されるそうで、なかなかいろいろコースが制限されています。事前準備がしっかりされています。ナイスラン。キマニとアレックスはパークマラソン、マラソンへ向けて今距離を踏んでいます。今日も寮から最後まで直行して、最後で3周を走ったらまた直行で寮まで帰ります。はい、ピッタシ、ナイス、いいやん。風田君、自分のタイミングでスタートするの俺測るから対応しますよ。なんか荒木、最近疲れがすごいって聞いたけど、普通に走れてんじゃん。いや、すごいっすよ。なんとか、まあ、ハーフマラソンとかやつよね。それだからですね。
はい、ナイスペース。はい、玉木いいフォームだ。そのフォームしっかり維持できるようにするんだよ。ぴったし。荒木、この一本引っ張ってあげて、ちょっと、はい、ちょっとみんなに余裕を持たせてあげて。あ、一回ここ余裕持ってね、ため作るイメージで行こう。長距離走る方もらしいんだよ。田君は一人16キロ走で、あっという間に終わるからね、集中していこう。次、新しい靴を試すの。パガソン。パガソン。履き替えるのは。あ、走りやすいベイパーに変えました。それ走りにくいの。いや、ペースが上がる。見出さないよ。はい、ナイス。ナイス、あんな加速しますか。確かに分からないでもない。ミト。
イスペース。はい、ピッタース。リカバリーは1分でつなげます。ストップ。はい、7本目ね。最後の綺麗な景色です。今日は風もそこまで強くないので走りやすいと思います。一定ペースでね。はい、ナイス。はい、ナイス。
い、ぴったし。余裕持って終わるよ。あ、お疲れさん。できる。できました。